アレーシ・エスパルガロ・ビジャは、スペイン・カタルーニャ州、グラノリエース出身のオートバイレーサー。アレックス・エスパルガロとも表記される。2012年より、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスに参戦する。弟も、同じオートバイレーサーのポール・エスパルガロ。2004年のスペインロードレース選手権 125CC クラスで、史上最年少のチャンピオンに輝いたエスパルガロは、 翌2005年より、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、フル参戦デビューを果たした。セイドルフレーシングで、アルバロバーティスタのチームメイトを務め、シリーズランキング16位で、デビューシーズンを終えた。2006年は、BQR チームに移籍し、引き続き 125cc に参戦していたが、第8戦、ダッチ TT より、マルティン・カルデナスの後釜として、 250cc クラスにステップアップを果たした。250cc デビューシーズンはシリーズランキング19位を記録した。またこの年には弟のポルが 125cc クラスに参戦を開始した。2007年はブルセンスアプリリアチームに移籍しシリーズ15位、翌2008年はロータスアプリリアチームでアレックス・デボンをチームメートに シリーズ12位と成績を伸ばしていった。2009年シーズン開幕前のエントリーリストでは、カンペテーラ・レーシングからの参戦が予定されていたが、後にキャンセルされ、世界選手権でのレギュラーシートを失ってしまった。そのためエスパルガロは次年度より始まる、元に企画のマシンの開発ライダーを務め、スペイン国内選手権にテスト参戦することになった。モートジッピー第7戦。 ダッチ TT、第9戦ドイツ GP には、ガボールタルマクシが去った後の 250cc クラスのバラトンリンクチームから大役参戦し、それぞれ4位7位という好成績を残した。第12戦インディアナポリス GP と、第13戦サンマリノ GP には、ミカカリオの大役として、プラマックレーシングから最高峰、モートジッピークラスにデビューを果たした。スペイン選手権時代より、 ウィーイ1に憧れて、ウィーと同じゼッケン41を使用し続けてきたアレーシだったが、モートジッピーではすでにガボールタルマクシがナンバー41を使っていたため、この年に限っては、弟のポルと同じゼッケン44をつけることになった。この2戦でエスパルガロは、それぞれ13位、11位という安定した成績を残した。これが評価され、翌2010年からは、 ニッコロカネパに代わりプラマックレーシングのレギュラーシートに収まることになった。終盤2戦にはそのカネパが負傷欠場となったことによって、再び大役参戦を果たし、合計4戦出場、全レースでポイントを獲得し、シリーズランキング18位を記録した。モートジッピーフル参戦初年度となった2010年、シーズン、エスパルガロは、ほぼ全てのレースで、 チームメイトのカリオを上回る結果を残し、第4戦イタリア GP と第16戦オーストラリア GP でベストリザルトとなる8位でフィニッシュシリーズランキング14位を記録した。2011年シーズンはモート GP クラスでのシートを確保できなかったため、シトポンス率いるポンスレーシングから元にクラスに参戦することとなった。また弟のポル百二十五 c c から元にに。 ステップアップするため、同クラスでの兄弟対決が実現することとなる。開幕して数戦は思うようなパフォーマンスを発揮できなかったが、第4戦フランス GP で予選4位、決勝6位と初めて上位に食い込むと地元となる。第5戦カタルニア GP では、自身およそ3年ぶりとなるフロントロー2番グリッドを獲得。レースでも優勝争いに絡む走りを見せ、 自身初の表彰台3位を獲得する活躍を見せた。2012年シーズンにより、モートジッピークラスへの昇格が決まる。アスパーチームより、アプリリアの CRT マシンで参戦する。CRT 勢のライダーでありながら、2013シーズンは、複数回一桁順位で完走する、当ワークスマシン勢を超える安定した成績をたびたび、残し、 CRT クラスでは2年連続トップとなる総合年間ランキング11位となり CRT 勢の優と称されたフォワードに在籍アラゴン GP にて最高位2位を獲得ティムゼズッキー・イクスターへ移籍するファクトリーチームへの在籍は初カタルニア GP にて PP を獲得フランス GP では FP 中の転倒によりレース後に右手親指の剣の手術を行った ありがとうございます。